こんにちは、マチュンさん。イップマン面白いでしょ。これブルース・リーの師匠だったという話なんですけども、実際はですね、ブルース・リーの師匠でないとは言わないんですけども、まあ、ブルース・リーっていうのはいろんな格闘技武術を習っていたんですよね。その中で強く影響を受けたのが、まあ、英春拳だったということで、その英春拳の師匠が、まあ、イップマンだったと。まあ、ですので一子相伝でも何でもなくって、ブルース・リーはまあいろんなものを学んでいたから、ブルース・リーのルーツを探っているうちに、おこれ映画になるんじゃないのっていう形で、時代背景をこう組み合わせてね、ああいう映画を作って、まあ、世界に打ち出していったってものだと思います。のイップマンのねパート2なんですけども、サモハン・キンポが出るやつがあるんですけども、これはね完全にロッキー4のオマージュだというふうに言ってましたね。でもむちゃくちゃ感動するんで見ていただきたいかなと思います。で、私がねカンフーの稽古をしているのはもう3年前4年前ぐらいなんですけども、やっぱりね時間が結構あったんで、まあ、いろんな映画を見ていたんですよ。で、一番最初は大草原の小さな家っていうのはね、あれ208話もあるんですけども、あれをねブワーッと見てね、すごく感動した覚えがあります。で、その後で、まあ香港映画ね、懐かしのカンフー映画を一からおさらいしようかなと思って、さまざま DVD を買って見てみたりとか、 Amazon プライムを見て買って見ていたんですよね。 Amazon プライムも有料のやつがあるじゃないですか。だから有料のやつも結構買ってたんですよ。まあ、その中でドニー・イェンっていう方を知って、で、あ、ブルース・リーの師匠なんだっていうことを知って見てみたんですよね。最初はやっぱりね、私ジャッキー・チェンの顔ばかり見慣れていたんで、ドニー・イェンっていう方、やっぱ顔の形違いますんでね、まあなんかよくわかんないカンフースターだなと思って違和感あったんですけども、一作目を見たらね、やっぱすぐにドニー・イェンの魅力に、引きつけられてね、他の作品もたくさん見るようにしたんですよ。もうカンフージャングルとかっていうのもなかなかね見どころがあるんで、ご覧いただきたいと思いますし、あと、まああれですよね、未だにジャッキー・チェンって現役なんですよね。で、おじいちゃんはデブゴンっていうのが一昨年公開されて、私新宿まで見に行った覚えがあったんですけどね、サマハン・キンポーがもうあの年になって未だにねキレキレのカンフーを見せてくれるみたいなところもあったりね、いやーすごいなと思いました。で、私牧人なんですけども、その頃に憧れて、まあ、牧人を買ったんですよね。もともと筋トレをする中でサンドバッグを買おうかと思って探していたら、まあ、カンフー映画を見ている瞬間っていうのもあってね、牧人ってのを売ってんのかなと思って、まあ、Amazon で検索したらあったんですよね。で、かなり悩んだんですよ。牧人なんてどうするんだ買ってみたいなね、どうやって打てばいいんだとかね思ってたんですけどね、私の牧人の打ち方の覚え方っていうのは、まあ、完全にね映画を見て、で YouTube で検索して行って行ってさらっていったってところになります。ですんで今でこそね、まあ、5打6打10打ぐらい打てるんですけど、連発で当時はね1打も打てなかったんですよ。まあどこにどう手を合わせればいいのか分からなかったんで、まあ、映画を見てねこう一時停止しながらで画像を撮りながら写真を見ながらやっていった感じです。最初はこう牧人に手をこうやってゆっくり合わせる程度だったんですけども、今はねパチンと打つことができるようになりましてね、まあちょっと前に進んだかなと思います。まあ、いずれにしても独学だとこんなに遅いんだというふうにね改めて思いました。やっぱりビジネスにしても何にしても教わりながらやっていかないとものすごい手間がかかりますんで、やっぱりね師匠の存在とかお手本の存在っていうのは大事だなと思いましたね。で、最近私ねこういった本も買ってるんですよ。兵器法って言いまして、なんかねヌンチャクとか三節棍とかね剣とかね、まあ、こういう風なものの使い方、牧人の打ち方は書いてなかったんですけども、まあ、こういうので武術をやっております。やっぱりね私ねちょっと不吉なことを言うんですけども、これから日本各地地方それから都市部に関わらずものすごくね暴力系の犯罪が増えると思います。それはやっぱり職にありつけなかった方とかお金に困った人が、まあ、暴力とか犯罪によってですね、自らの生計を立てようと思う人が出てくるからだと思うんですよ。やっぱ用心しないといけないなと。場合によっては外国勢力が日本に入ってくる可能性もありますので、やっぱ自分の身を守る、それは警備会社にお願いするっていう方法もありますけども、最終的にはね自分のこの力で自分の身を挺して、まあ、自分の財産や
命や愛する人たちの体を守っていかないといけないかなと思いますんで、私はこの年ですけどもまだまだね磨けるところがあるんじゃないかなと、うん、それからやっぱり武道をやってると心技体じゃないですけどもね、まあ、心をどん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 磨いていって技をその中から高めていってね、で健康、体健康を作っていこうかなっていうところもありますね。さまざまな思いを込めて今日も修行に励んでおりますということで、マイインプマンね、続きを楽しみにしてください。ありがとうございます。